はい、どうもです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。はい、今日はこちらヨッシー2のアカウントですね。はい、こちらマルチのリプレイ開始になります。使ったデッキはこちらですね。まあ安定型デッキと違って今回は、はい、スケキンエリゴになります。もう本当にこう、もう本当に気楽にやりたいとか、まあいちいちこう頭使うのめんどくさいっていう方だったら、こういったデッキの方が向いてるのかなといった感じですね。まあ自分はもともとそういったレイジの入った出すだけデッキをずっと使って、でまあずっとエリゴルデッキ使ってたんですけど、まあ全然布石金エリゴルもまあいい感じですね。まあ相性が、さっきも言ったんですけど、相性がこうはっきりしている以上、もう負けるときは負けるし、勝つときは勝つし、まあそういった感じで、まあ開き直ってやってもらえたらなといった感じですね。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、まずなんですけど、これ相手エレジャイバルーンなんですよね。まあなので別にこうエレジャに対してはあれなんですけど、ただバルーンに対してがちょっときついですね。もうホバリング砲が唯一の、もう防衛の要になってしまうし、まあ、ファイアーボール打つのにもちょっともったいないですし、まあ、なかなかこれは、まあ、どうしようもできないんですけど、あとボーラーもきついですね。こうエレジャに関しては基本的にまあババがあるのであれなんですけど、まあ、そこにボーラーを後ろから付け足されるともうどうしようもなくなっちゃうので、まあそうですね、バルーンとボーラーがきついのかなといった感じですね。まあなんですけど、まあこういったスケキンエリゴレのデッキなので、まあ気楽にやっていってもらえたらなといった感じですね。こう勝ちに行くぞっていうよりかは、もう本当に特に考えることなく、ただただ気楽にやってもらえるだけでいいです。はい、まだちょっとデッキが分かってないのであれなんですけど、まあただエレジャイバルーンってなると、はい、ちょっと自分もあんまりこれデッキよく分かってないので、今のそのエレジャイバルーンがそのボーラー入ってるのか入ってないのかあんまり知らないし、でなんなら呪文とかもそうですね、基本的にまあエレジャイデッキだったらライトニング入ってるイメージなんですけど、今回の相手はちょっと呪文もまた変わった感じですね。ここ相手はボーラー切ったので、まあここが唯一のまあチャンスかなといった感じですね。もうボーラーが、相手ボーラー持ってる以上はもう同サイドに攻めるっていうのはもうさすがに無謀なので、まあここちょっと1本落としたんですけど、はい、ボーラー、まあ相手がこうボーラー裂いてきたら、まあその逆サイド攻めてあげるっていうのをまあ徹底してあげれば OK なのかなといった感じですね。でここを左なんですけど、はい、まずこれダクネで守って、はい、相手これスペルがちょっとこれ間に合わなかったみたいですね。はい、これトルネと矢の雨打てば相手はこれ左のタワー落とせたんですけど、まあこれははい本当にラッキーでしたね。まあ極めてれば、まあこういったこともあります。基本はやっぱり勝てないです。まあ範囲ダメージのユニットがいるデッキにはもうもろ弱いので、このデッキは。はい、次もまた変わったデッキですね。まあメガナイトバルーンといった感じで、ちょっと相手のそのサブのユニットも全然わかんないんですけど、確かこの相手ライトニング入ってたので呪文としては別にそこまで相性は悪くないですね。まあこっちはセパレートで攻めるので相手のライトニングはあまり意味がないんじゃないかなといった感じですね。確か相手ここゴル内切ってきたので飛ばしていきますか。はい、ここですね。はい、これちょっと矢の雨レイジとかあったらあれなんですけど、ちょっと手札が詰まっちゃったので、
まあ、これは仕方なくファイボですね。はい、相手ここライトニング打ってきたので、まあ、ちょっとまだ分かんなかった感じなんですけど、まあ、ライトニングだったらまあ全然普通にまあこのように、はい、後ろから形組んでセパレートで攻めてあげるっていうのがまあ基本的な攻めですね。でこれちょっとスキルのボタンを押したのにライトニングで飛ばされてしまったので、これはちょっともったいないですね。まあ、イリゴリデッキはこのようにあのダメージ止められあのごめんなさい、形組んだのを止められてしまうと、そこからのカウンターがはいあのもろにこれ止まんなくなっちゃうので、まあ、そこだけはまあ注意なんですけど、まあただどうしようもできないですね。はい、まあこういった状況になるともうあの基本的にはなんて言うんでしょう、もうこっちとしてもまあ相手は今回バルーンなので、もうホバは攻めあの防衛に取っておくとかっていうまあ工夫してあげないとちょっと厳しいですね。はい、で今回これなんでか知らないんですけど、相手はいこれ左サイドにあのバルーン出してきてくれたので、これは大きかったですね。これはいレイジだけで許容して、それでカウンあの攻めにつなげることができたので、はいこれはラッキーでしたね。本当に相手これもあの右サイドにバルーン投げてたら、あのそれでこっちがホバ出してライトニング打ってたらもうほぼほぼ GG だったんですけど、これははいラッキーでしたね。はい、最後なんですけどイリゴレヒーラー、はい今回相手これファイボヤナメ持ってるんですけど、あんまりスキキンエリゴレにはまあそこまで関係ないのかなといった感じですね。まあ、こっちはあのファイヤーボールと矢の雨があるのでライドラーは飛ばせるんですけど、ただそれ使っちゃうと今度バーバリアンが止まんなくなっちゃうので、まあ、結構使いどころは大事かなといった感じですね。まあ、ただあの基本的にはもうライドラーにファイボヤナメ打ってあげる方がまあ一番無難かなという感じですね。まあ、正直本当にこうずっとイリゴレ対決だったら嬉しいんですけど、やっぱりこうなかなかイリゴレと当たる機会がまあやっぱりないですね本当に。はい、ここ美味しかったのが確かライドラ先行したことですね。はい、まあ、ただ相手もバーバリアン持ってたので、まあ、お互いが刺さないといった感じですね。はい、相手ここで攻めてくるんですけど、はい、まずこれどういう風に止めるのかってなると、まず相手これあのファイヤーボール持ってるので、これはい出すところをちょっと上にしてあげるとどっちに打っていいか分かんないっていう、まあ、状況が生まれるので、まあ、これにあのちょっと離しておいてあげた方がいいですね。はい、これでもうこっちはファイボ持ってるので、相手はもうライドラかバーバリアンでこれ抑えてくるんですけど、まあ、しっかり、はい、これファイボヤナメ使ってあげたら OK ですね。まあ、ただこれちょっとライ、ヒーラーが回復したので、これライドラちょっと生き残ってしまうんですけど、まあ、タワー落としてたんで OK ですね。相手も、こっちがそうですね、ファイヤーボールある以上やっぱバーバリアンはまあ出せなかったみたいですね。はい、まあ、ここ相手、まあ、自分もこれ相手がファイアーボールあるの分かってるので、もうここはあえて、はい、スケルトンキングと、まあ、ダックネで抑えたといった感じですね。
はい、まあこんな感じになります。まあこのようにもうずっと徹底してもらえたら、まあこういったイリゴリ対決はもう基本的に勝てるのかなといった感じですね。やっぱりこう、まあ確かにこういったデッキは初手で攻めるっていうのも一つの手なんでしょうけど、まあそうですね、イリゴレ対決はもう本当にずっと何回も言ってる通り、あんまり先に攻めてしまうと、まあ、そっからのやっぱりカウンターがまあ止まらなくなるし、やっぱりそうです、もうイリゴレ対決の基本としてはやっぱり待ちの方が強いのかなといった感じです。相性取れてたら全然話は別なんですけど、相性がまあそこまで変わんない、もしくは相性が悪いっていうパターンだったら、もう基本的にはもう先に攻めないで、まあ、防衛に回ってあげる方がいいのかなといった感じですね。で、相手がまあ、イリゴレで、それでこっちが防衛できたら、まあ、その端前にイリゴレ追加してカウンターしてあげたら、まあ、OK なのかなといった感じになります。まあ、ちょっとこれは、そうですね、もうイリゴレ対決は、まあ、ちょっと今シーズンあんまりイリゴレもいないので、なかなかこれ説明することはできないんですけど、もう基本的には後出しの方がいいのかなといった感じですね。はい、今日の動画は以上になります。またマルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。